されています。神の一人子イエス・キリストは私たちが潜っていくことがないように私たちの罪を負い身代わりとなり神の救いを受け入れてください。
か言われたよね、まだね。せいやさんの。せいやさん。誰か
これ押し何だろう。目がおかしくなりそう。Thank you.
今年ね、あの2020年は本当にいろんなあの災害が多くなってきて、まあ、それを区切りにして、はい、来年オリンピック・パラリンピックもありますから、はい、希望の年にしたいなということで、19年から、2019年から、はい、2020年へというですね、はい、1920ですね、テーマは復興から希望への印、そしてこの力強いアート作品、未来への希望の光がですね、今、点灯されます。それでは、はい、じゃあ、よろしいでしょうか。よろしいですか。はい、スタッフの皆さんも、はい、はい、こっち消えたよ。せーの、はい、すみませんね。はい、着きました。何分ですね、リハーサルなしで行って、ちょっと時間がかかるらしいです、実はですね、今こちらのライトを点灯しているのが発電バリバリくんというですね、バッテリーなんでございますけども、ただいま到着したばかりで、おそらく今セッティングがまだ完全じゃないと思うんですけども、このバリバリくんなんですけども、半日充電で半日点灯するという優れものでございます。今年ですね、千葉の被災地にも何台か導入されたという、来週月曜日には千葉の4つの小学校にも、発電バリバリ、ダメだよ、普通になるのはやっちゃいけないから、藤井なら呼べる。